どうもはじめまして、こんにちは、ゆうこです。今日は2021年春絶対おすすめしたいチョイスメアラフィフコーディネートをご紹介します。パチ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 。セメのラフィコーデってなんだって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、私今ね53歳で、この年だからって地味に徹するとすごいおばさんになるんですけど、だからってこう若い時の格好にしがみついてると痛いおばさんになるっていう、もうねどうしたらいいのか、ニッチもサッチもどうにもブルドッグうって感じなんです。で25年ね私セレクトショップの経営してるんですけど、ちょっとね攻め気味にトレンドを取り入れるとなんかいい感じに落ち着くんです。なんかいい感じで、今日はトレンドを軸にした6選のコーディネートをご紹介したいと思います。ご覧ください。スタート。はい、ではまずトレンドカラー一押しのアースカラーね、ここ最近ねずっとナチュラルでリラックスしたムードが続いてるんですけど、そのトレンド今年も続いています。で、こういうね私が着てるようなブラウンとかね、ブラウンのグラデーションとかカーキとかテラコッタとか、こう大地をねイメージさせるようなカラーがアースカラーなんですけど、ちょっとね派手な色に抵抗がある私たちの世代にとっては馴染みがいい色なので取り入れやすいトレンドだと思います。はい、では今日私が着ているトップスはこれね、フロントがツイストで、これねトレンドですよ。あとねこのね袖がこれでもかというぐらいのドレープ、このね袖に一癖あるのも今年のトレンドです。そしてねちょっとねこうピタッとしたねセカンドスキンっていう、これもね今年出てきたんですけど、もうね重ねる前提で考えていただいても大丈夫なんですけど、ちょっとねピタッとした感じも今年トレンドになってきました。もうねこのトップスね、トレンドの宝石箱やみたいなトップスなんですけど、でちょっとねこういう地味めな感じのねブラウンの時にはこのぐらい満載にトレンドが入っていても大丈夫だと思います。でこちらのねトレンド満載のトップスにコーディネートしたボトムスはこちら、メンコンのテーパードパンツ。これねお腹周りがゆったりしているのでアラフィフの強い味方なんです。でトップスがねこのぐらい女性らしい形ですと、もうねボトムはできるだけカジュアルな感じにしてあげた方がバランスがいいと思います。でこういうね地味めなカラーの時はちょっとね顔写りがいいようにこう首周りとかねアクセサリーをキラキラっとこうねちゃんとつけてあげて華やかにしてあげるといいと思います。全体のコーデはこんな感じ。次にご紹介するアースカラーはこちらのエンパイアワンピース。これ本当はねベージュなんですけど、アイボリーっぽくね光の加減で写ってるかな。エンパイアワンピースってこの胸の下で切り替えてスカートがふわっとねこんな感じでふわっとしているので、これ中年のこの気になるお腹や腰をしっかりとカバーしてくれるんです。もうねどんだけお腹やねんって感じですけど、お腹大事。エンパイアワンピースって女性をコルセットから解放した最初のドレスって言われていて、まあ本当にねこれ今1枚ね下着の上に着てるだけなんですけど、すっごく楽です。でこういうね可愛い感じのワンピースをねお好きな方って、まあ、私もそうなんですけど、可愛いものが本当にお好きな方が多いんですね。でアクセサリーをリボンとかお花とか甘めにしてしまうとちょっとトゥーマッチになってしまうので、アクセサリーはあえてねこういうメタル系の大人な感じのアクセサリーにしてあげた方がじゃんじゃんじゃん、ちょっとね大人っぽくていいと思います。はい、では全体のコーディネートはこんな感じ。どうぞ。はい、では次のトレンドカラーはホワイト。
今ねコロナ禍でもう暗いムードがねどうしても蔓延しちゃいますけど、まあ、そのムードを打ち破るようにファッション業界ではホワイトがトレンドに上がってきました。もうね全身ホワイトなんていうのもありです。で白ってレフ1効果でこういうね私たちの年代にはとってもねいい色なんですよ。で今日ね私が着ているトップスはちょっとジャンパースカートでなんか隠れちゃってますけど、中がねニットでこのね袖がシアーなんです。このねシアー透けるのも今年のトレンドで、あのちょっとねトレンド入れたい時にどこか透かしておけばちょっといい感じになります。このジャンスカすごくね張りのあるしっかりした生地なのでお肉を拾わないんです。でこのベルトが可愛いでしょ。でロングでこのねアイラインを強調してくれるのでスタイルがとってもよく見えるんです。全体のコーデはこんな感じ。もう一つホワイトコーデ、これねもうねリラックス感がたっぷりのコーディネートなんですけど、あの真っ白がね苦手な方はあの白アイボリーにしてあげるといいと思います。今日ね私が着ているこのトップスはこれねキャミとセットになってるんですけど、可愛いでしょ。このねカシュクールと袖がベルラインになっていてスリットが入ってます。これアクセサリーがね見えるんですよね、スリットで。でこのヘムラインがフリフリっとしていてもう本当に女性らしいデザインのトップスなんです。これもねあのとっても女性らしいデザインなんで、あのボトムにちょっとね女らしすぎちゃうとトゥーマッチになっちゃうんで、私は今日はリラックス感たっぷりのニットパンツを合わせてみました。これねニットパンツもちょっとねテーパード型になってるんでやっぱりお腹がしっかりカバーできて、で気になる腰回りもカバーすごくねスタイルがよく見えるんですよ。でねこういうリラックス感があるお洋服着た時って気をつけなきゃいけないのがアクセサリーつけないと本当にね部屋着みたいになっちゃうんですね。で今日は私このキラキラっとしたこれドリームキャッチャーのネックレスをリラックスに合わせてつけてみました。でピンクゴールドなんで合わせてピンクゴールドのブレスとこのピンクゴールドの揺れるピアスをつけてみました。本当はねピンクゴールドのリングもつけたかったんですけど、ピンクゴールドのリングを持ってませんでした。買おう。で全体のコーディネートヨヨンってなっちゃった、これはいけない。で全体のコーディネートはこんな感じ。トレンドカラーピンク。なんかピンクってこう私の年齢だと着ていいのかなとかちょっと思ったりするんですけど、着ますよ、私は着ます、着ていいんです。でただあの着るときにねあのピンクの場合はグレーとか黒とかちょっとねあのクールな感じの色を合わせてあげると着やすいと思います。あとあのピンク自体もあの今年はね甘めのピンクがトレンドなんですけど、私たちが着るんだったらちょっとダスティーなピンクにしてあげると着やすいんじゃないかと思います。なんかさっきからピンクについてめっちゃ語ってますけど画面が黒い。でもじゃじゃじゃーん、パンツがピンク、しかも私たちの味方テーパードライン、お腹をしっかりとカバーしてくれます。このねダスティーなピンクの色目もね履きやすい色目です。ピンクのパンツのコーディネートに合わせたのはこのシルバーのアクセサリー、これブレスとリングとリングとこれお揃い。なんかねあのこういうねシルバーとゴールドと分けてネックレス、ピアス、バングル、リングあたりをセットしておくと、まあ、どんなコーディネートにもね合わせられるのでとっても便利だと思います。全体のコーディネートはこんな感じ。そしてラスト
は攻めのアラフィフコーデなんで、結構攻めた感じのトップスを着てみました。このパワーショルダーと、もうね、こんなふわっとしたスリーブとペプラムカシュクール、もうねデザインが詰まってますね。でこのぐらいね、あのいっぱいトレンドが詰まったデザインを着た時は、もうボトムスはねシンプルにデニムでいいんじゃないかな。もうねこのぐらいのデザインものになってくると、もうね気合です、着るのは気合で。全体のコーディネートはこちら。はい、今日はトレンドカラーを中心にちょっと攻め気味のトレンドのコーディネートをご紹介しましたが、これからね、あの体型のねお悩み別とかいろいろ企画を考えてますので、これからもぜひ見てください。最後まで見ていただいてありがとうございました。